経営って言葉、行動について。仕事の圧迫は心にとって極めてありがたいものだ。その重荷から解放されると、心は一段と自由に遊び、生活を楽しむ。仕事をせずにのんびりしている人間ほど惨めなものはない。そんな人はどんな美しい天賦にもいたわしく感じる。仕事は仲間を作る。自由に呼吸するだけでは生きていると言えません。役に立たない生活は早い死です。我々が不幸または自分の誤りによって陥る心の悩みを、知性は全く癒すことができない。理性もほとんどできない。時間がかなり癒してくれる。これに引き換え、固い決意の活動は一切を癒すことができる。天国に一人でいたら、これより大きな苦痛はあるまい。義務の重荷から我々を解放することができるのは、良心的な実行だけである。気分がどうのこうのと言って何になりますか。グズグズしている人間に気分なんか湧きはしません。今日できないようなら明日もダメです。一日だって無駄に過ごしてはいけません。こう書いてある。初めに言葉ありき。ここでわしはもう使える。誰かわしを助けて先へ進ませてくれないか。わしは言葉というものをそう高く値踏みすることはできない。わしは霊の光に正しく照らされているなら別に訳さなくてはならない。こう書いてある。初めに意味ありき。ペンが先走りせぬように第一行をよく考えよ。一切を作り出すものは意味だろうか。こう書いてあるべきだ。初めに力ありき。しかしこう書きつけているうちにもうこれでは済まされないという警告するものがある。霊の助けだ。不意に思いついて案じてこう書く。初めに行いありき。利己的でない行為的な行いが最も美しい利子をもたらす。